どうも皆さんこんにちは、ノーマンです。ということで見てください皆さん、このマウスカーソルを。ということで皆さん、スマホ版フォールガイズでおなじみスタンブルガイズやっていきたいんですけど、こちらね PC 対応したらしくて Steam で買ってきました。1000円かかりました。スマホで遊んでる場合はただやのに、 Steam で買う場合は1000円かかりましたなぜか1000円かかるというわけのわからない仕様なんですけど、まあそれでね、なんかちょっとデータ移動もできないっぽかったんで、ちょっと俺名前も変わっちゃってワンタスペシャルになりました。で、王冠の数も全部ね消えちゃって、ショップもね、ショップじゃないわ、カスタマイズだ、カスタマイズもほらもう全部消えちゃったんよ、服で。なんかね、新しい服みたいなの追加されてて、裏技のなんか一番最高レベルのやつがこれなんやけど、さらに最高レベルの服があって、見てこれかっこいい。これ前回見た気がするな、こいつ。これがねめっちゃかっこよくない？これエフェクトが追加されてるよね、こんな感じで。これかっこいいです。私なんか貝って書いてる。これもかっこいいしな、ゴースト・オブ・ツシマみたいな感じで。ちょっとこの辺が欲しいですが、俺にはあまりにもちょっとジムが足りないということで、今日は PC 版になったということで、コントローラーで遊んでいきたいと思います。対戦よろしくお願いします。はい、マッチョングしました。対戦よろしくお願いします。ジャングルロールやっていきたいと思います。ちょっとコントロ、あ、なんかいろいろ出てるね。 A でジャンプ、あ、GG、 あれ GG とハイボタンが繋がらないんです。あ、繋がった。あれこれどうやってやるんだ、なんか全然 GG、 あちょっとエモート時間かかるんか。ちょっと待って、ダイブがないやん。ダイブどれ、ダイブ、ダイブない、ダイブできない。コントローラーやとダイブができない待って待って、ダイブできないんですけど。あ、違うわ、これ2回連打でダンブになるんや。オッケーオッケー、こういうことか。オッケー、難しすぎるこれ。ちょっとフォールガイズとはちょっと違うね、意識隠してる感じがたまらないですが、危ない危ない、もう乗り越えていく、危ない。しっかりとゴールは行きたいという気持ちはあるんです。ちょっとやばい、ちょっと待って、俺さコントローラーでやったらさ絶対さ操作簡単やと思ってたけどさ、コントローラーの方が難しいまであるんやけど、何これ、ここちょっとダイブが異常に難しいやけど、コントローラーだから早めに立たない、早く立って早く立って早く立ってくれ、ありがとう、ナイスナイスナイス。ここでゆっくり耐えて、あ、これなんかちょっと難しいけど、明らかに、いやでも明らかにやっぱり簡単やわ、コントローラーの方が。ここ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 、連打するとまた物理法則が乱れるんですが、危ない対戦ありがとうございました。ターゲット切り替え、あー、こんな感じで見れるんや。続きましてロケットランブルやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いします。 A で打つって感じね。 OKOKOK、 これ、あ、これか、あ、ごめんごめんごめん、チームメイトやっちゃった。これは待って待って、ジャンプ、あ、このモードってもともとジャンプできなかったか。あ、オッケーオッケー、すべてを理解しました。ここをしっかり立って、この上ま取っていこうか。で、上から、あー、ここあいつしばきたいね。あ、しばいてるしばいてる、オッケーオッケーオッケー、しばけてるが、ここ来てるね、来てるね、あぶねあいつうまくね、あいつしっ飛ばそう。よしよしよし、とりあえず飛ばして、黄色の旗を下ろして、うわー、お前ちょっと待って、後ろから撃たれたんやけど俺今、え、味方にユダいるんですけど、後ろから撃たれたよね今完全に。やばい、ちょっと待って、あいつが結構、ちょっと待って、この黄色のやつ飛ばした方がよくない？ここ、よしよし、飛ばして、ちょっと待って、来てるね来てるね来てるね、おら、ちょっと待って、とりあえずあの黄色飛ばしたいね。ここは、まあいいおら、ここ、あ、くそ、今いい感じのエイムやったけど、めっちゃ、よし、潰した、うわー、危ない危ない、ちょ待って、やっぱり俺後ろから狙われてるんやけど、やっぱりやばい、ちょ待って、ユダいる、待って、あいつ、ワッツ、こいつ許せねえ、こいつ俺のこと狙ってきやがる、おら、いやちょっとおかしいです、ちょっとルール把握してない子たちいますよ。え、大丈夫ですか皆さん、ちょっと危ない危ない、こいつしばく、まずしばく、よしよし、6対6は結構まずいが、一応これ旗を落として、旗上げて、あ、でも結構いい感じじゃない、これ、よしよし、6対6になった。ちょっとなんで負けてんのかわけがわからない。ここちょっとあと30秒しかないな、これまずいですね社長、非常にまずいですが、ここでしっかりと、おりゃ、やくそ、あ、いやうまい、あいつ、いや、これの陰に隠れながら、おりゃ、よし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 、うますぎちゃんじゃない今の、あまりにもうますぎちゃん。ここで次下ろして旗を、いや、いける、よしよし、しばいた、勝った、ナイス後ろから撃たれたけどな。ファイナルラウンド、レーザートレイサーやっていきたいと思います。これがね、俺一番好きやわ。このスタンブルガイズね。フォールガイズ言いかけた今。フォールガイズって何ですか？スタンブルガイズ史上一番これがおもろいと思ってるよ、俺。
あ、動きやすいわ、ほんとに。iPad でやってた頃が懐かしいぐらい動きやすい、これ。ここ、ここ。はいはいはい。もうこれ負ける気がしない。負ける気がしねえな。27みたいなやつよ。危ない。こっち待って。これ左行ってつつ。ちょっとね、難しい気がするんよね。ちょっとこれゆっくりすぎない？これ。早めに飛び越えとこうか。ちょっと待って。感度が弱いせいで、なかなか横に振り向きがいけないな。ちょっと感度上げようか、次の試合は。で、ここで、もし俺が妹のパンチとか持ってれば、こいつらをね、殴り散らかすこともできるんですけど、それは課金アイテムらしいんで、まあ、僕はちょっと買う予定はないですが、これちょっと待って。それ、ちょっとヤバタニアのマブハル様来てるね。おっと、これ1対1。1対1まで登り詰めていく、これは。いいよ。パンチ欲しいな。危ない。わーおー幸先が非常にいい。ゴール前エモー倒れしてるやついる。変わらないな、スタンブルガイズ、やっぱり。続きまして、ロストテンプルとかいう名前はそのままフォールガイズからパクったであろうコースやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いいたしますと。さっきのゴール前煽りしてた警官にだけはちょっと注意していきたいが、ここ、しかここ、うまいうまいうまい、いいよ。これさ、まっすぐ行った方が早いんかな？左ルートもあるよね、一応。よくわからんやが、これ何？怖すぎたにやん、ここ。これいける？横から飛び越えばいけるね。で、ここ、めっちゃ動きやすいというか、操作が半端ない。これで俺、フォールガイズも、あ、違う、フォールガイズじゃない、間違えました。対戦ありがとうございました。スタンブルガイズも、結構上位勢目指せるんじゃないか。めちゃくちゃ動きやすいよ、俺。ここ、ちょっと、怖いです、社長。あ、危ない。ここ、ゆっくり行こう。ゆっくり行こう。で、あんまり俺、まだね、このゲームに関しては、初等化とかあんま知らないから、まあ、どうなるかわかりませんが、今後のオイラに期待。うわぁうわぁちょっと、What?ちょっと、なんで抜かすの君。しっかりちょっと耐えて。いや、こいつ抜かされたか、俺。いや、いける！よし、勝った !1! あ、煽り警官やられてんね。4回転2分の1ひねりぐらいしてたよ、今。あ、煽り警官しっかりと今回も煽っていくかな。あ、今日は煽らないと。ちょっと人数少ないから、ちょっと煽んの抵抗あんのかな。あ、ちょっとビビってんね。残り人数3人やん。あー、もうゴールしやがった。ファイナルラウンドスーパースライドやっていきたいと思います。これがね、めちゃくちゃ所得あるらしいんやけど、ちょっと俺にはまだそのレベルに達してないので、普通に行きたいと思います。対戦よろしくお願いします。ここは、当たるけど、あぶね！耐えていく！危ない。俺1位ですかこれ。これ俺1位くさい。なんでみんな何してんの？みんな何してんの？だからここがね、所得あるやったっけ。こんな感じで。よしよしよし、いけた。ここで、なんか、あいつら、すげえ、ちょっと待って、まずいで、社長！まずいで、社長！はっ！まだ間に合うよ、俺。ちょっと、すげえ練習になるわ、でも今。これ。ここは、初等化いけないって分かったから、ここまっすぐ行きます。で、これ水に乗って、ここダイブ、ここ使って、もうそのままこれ行っちゃいましょうか、これ。これは、で、ここね、ここ行けるらしい、ここ。ここ強すぎ！ここ上手すぎる！ちょっと圧倒的に上手すぎた今。危ない。ちょっと今俺初めて初動化したけど結構上手くなかった。あ、なんかね、プレミアムパスでゲットしたわ。ランダムスキン受け取ろうか。頼む、エピック、めっちゃかっこいいやつ、めっちゃかっこいいやつちょうだい。うわ、イノシシはそりゃいらんわ。ポークチョップ、イノシシノーワンでいきたいと思います。長っ、優柔不断やん。長いが、うわ、めっちゃ減ってるっていうか、3対3になってない？めっちゃ減ってるんやけど、人数。やばい、これちょっとやばい。ちょっと、相手人数ちょっと、こっち2人しかいなくない？うわ、それでも入ってく、ナイス。ちょっとこれはやばいですね、と言いたいところですが、ここでしっかり入れてって、それ押されてんね。うわ、きっち、危ない。よし、これ入ったっしょ、このまま。このまま入れ。あそこ、あの青の子に任せようか。いやー、それはきちいが。うりゃ！うわうわ、3点。めっちゃ降ってきた。何が起きてるんです、これ。何が起きてるんどすえ？やばい、結構言えられそうだな。ここで待っとこうか、一回。よしよしよし。ここ。で、どんどんここで前に投げるっていう仕事は絶対必要やと思うから。ここで、おりゃ！よしよしよし、いいよ。どんどん決めていこう。どんどん。あ、どんどん。あ、どんどん。これは入れたい。これはさすがに入れたい。
これは入れたい入れたい、うわうまい、こいつこいつうまい、めっちゃ、お、まぜ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 、あと30秒、まぜ入れ、よしよし入った入った入った、ナイスナイス、これはこのまま入れちゃいたい、ここ、このまま入れこのまま入れこのまま入れ、くっそこのまま入れ、くっキーパーうまいな、やばい1点差だ、それちょっとまずいね、あやばいやばい、それやばいよ、やばい、めっちゃいい試合してる、めっちゃいい試合してる、ここ危ない危ない危ない、よし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 、ちょっと耐えて、よしよし1点でも入れてくれ、マジ頼む、1点入れろ、時間切れ、1点入れてくれ、おれ1点入れろ、1点入れろ、よし入った、勝った危ねえ、ということでじゃあ2人で最後はブロックダッシュやっていきたいと思います。これね前回ね負けちゃったよね、これめちゃくちゃいいとこまで行ったんやけど笑いすぎてね負けちゃったよね、面白すぎてこれわけがわからんかった最初、これめっちゃ怖いよ、これ2段目があるから、それをね、あれこれ負けた、あ、くそ、さすがにしないか、でここで、ね、日々行ってるところはダイブ2回で割れることができるんですよ、なのでそれもしっかりと活躍というかちゃんと使いながらゴールを目指すって感じなんですけど、ちょっとエモートしとこうか、可愛いエモート、ここうわいいねこいつ、なかなかうまいじゃないか、ここいやそれジャンプしないですもん、あーいいねうまいね、はいはい、ワッツ、うあぶね、ここよし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 、こいつなかなかうまいな、こいつも結構やばいです、社長よしやった、あ死んだ、よーよしよし、あそこ意外とむずいからね。